オシフィエンチムはポーランド南部の都市。ドイツ語名はアウシュビッツ。人口は約4万3千。マオポルスカ県とシロンスク県の県境近く、ソワ川とビスワ川の合流点付近に位置し、クラックフから南西およそ6 0トルのところにある。1975年から1998年まではキュービエルスコビアワ県に属した。 ナチ政権下で郊外にアウシュビッツビルケナウ、強制収容所が置かれたことで知られる。強制収容所跡は、現在国立博物館として保存され、ユネスコの世界遺産に登録されている。この選挙区から選出されている議員オシフィエンチムには、アイスホッケーチームがあり、ポーランド国内のリーグで何度か優勝している。都市として、最初に文献に登場したのは1117年である。 1179年には、クラクフ大司教区から分割され、オポーレ公国の支配下に入る。1315年から1564年まで、小規模なオシュフィエンチム公国の首都であった。第二次世界大戦が勃発するとポーランドはドイツに侵攻され、1940年には、ポーランド軍の兵舎を転用して、アウシュビッツ強制収容所が建設された。その後、 町の反対側にも広大なアウシュビッツビルケナウ台に強制収容所が建設された。そして1940年から1945年の間には多くのユダヤ人がそこで死亡したとされる。詳細はホロコーストを参照。ありがとうございます。